取れてるか OK、じゃあね早速やっていきたいなと思います。で、わからない方のためにですね、一応説明をしておくと、パソコンの方はドラッグ、スマホの方はですね、このスワイプ、もしくはですね、こう視点をちょっと切り替えてもらうことで、今360度全部見えるようになってますんで、ぜひね、やってみてください。ただ、自分のおすすめは、これです、これ。VR ゴーグル。これがあるとね、本当に、ここにいるみたいな感じで見れますんで、ぜひね、持ってる方は VR ゴーグルでイヤホンして、見ていただくと非常に臨場感のある動画は、見れるんじゃないかなと思います。というわけでね、初の VR 撮影での朝ごはん作っていきたいなと思います。今日はですね、もう初めてなんで気合い入れてタークを久しぶりに持ってきましたんで、こいつでね、焚き火でキャンプの朝の定番ベーコンエッグをね作っていきたいと思います。よし、というわけで、まずはオリーブオイルですね。まあ皆さんあれですよ、本当はねこれいろいろ編集してアップしたかったんですけど、ちょっと諸事情によって編集はなしの一発撮り、完全ノーカットで、お届けしたいなと思います。なんでね、もし何かあった場合は下の概要欄のところにいろいろ説明で書こうと思いますんで、よかったらですねそっちの概要欄の方も目を向けてみてください。で、まあ見るついでにね、自分のインスタとかフォローしてくれたらすげえ助かるんですけど、なかなかねインスタのフォロワーが伸びないんですよね。本当に使える機能がすごい狭まっちゃうんで、できればね、ほんとインスタフォローしてくれたら助かるんですよ。はい。というわけで、このね、フライパンが温まるのを待ちたいんですけど、なかなか、あ、でもちょっと温まってきたかな。うん、OK。いやー、でも暑いっす。ほんとに。この夏のね、まだ今の時間的には、まだいいんですけど、夏場のこの焚き火の前で調理っていうのはめちゃくちゃ暑いっすね、ほんとに。今の時期はね、この焚き火と適度な距離はやっぱ取っとった方がいいですよ。熱中症予防でも。ソーシャルディスタンスです。はい。いや、おもんねえな。というわけで、まずね、ベーコンから焼いていきましょう。本日は、パスタやチャーハンなどの炒め物にたっぷり野菜の入ったスープに厚切りベーコンです。はい、これでいきます。よいしょ。割り箸。いけるか。豆乳。えい、オッケー。いい音。いい音よ。おりゃ。ちょっと傾いてますけどね。まあ、いい具合にやっていきましょう。よいしょ。ちょっとお茶をいただいてました。暑いんでね。いや、大変なんですよ本当に。まずね、これベーコンを焼いて、焼き終わった片面ひっくり返すタイミングで卵投入しましょうかね。まだまだやね、これ。ちょっと火の通りが悪いですけど、やっぱこれ焚き火の仕方ないところですよね。火が強い場所と弱い場所がもうめちゃくちゃはっきりしてますけど、まあ、しゃあね。で、昨日ね、夜寝てるときに、あれ3時ぐらいだったっすかね、すごいね、ガサゴソガサゴソ音がして、なんかと思ったらね、テントの中に猫が入ってきてゴミ袋漁ってましたね。いやマジで本当にびっくりっすよ。なんか結構ね、ゴミ箱を漁られたことはあるんですけど、テントの中は完全に猫がいるの、もう完全にテントの中に猫がいるの初めて言いましたね。なんでやっぱね、ゴミ袋とか本当ゴミの処理っていうのはなんかちゃんとしとった方がいいっすよ本当。車の中にね、入れとくのが一番ベストだとは思うんですけど、あれがね、まあ、猫だったんでまだ良かったっすけど、熊とかだったらね、まずやられちゃいますからね、アウトですよ、ほんと。熊はでもゴミに寄ってくるか、寄ってくるな、多分。なんでね、
ゴミの処理ちょっとちゃんとしとった方がいいです。もう車入れときましょう。あれかなり睡眠を妨げられましたからね。ちょっと寝不足ですよ本当。今日本当はねもっと早起きする予定だったんですけど、そのこともあり朝ねちょっと雨がバーって降ったんで、まあいっかと思ってゴロゴロしてたら二度寝してました。はい、ちなみに今の時刻は、7時54分外気温が 27.1 度、湿度は 74% ですね。まあそんなめちゃくちゃ暑いっていうことはないんですけど、まあ暑いですよ本当に。焚き火の前なんでね、もうちょいかな、もうちょい。案外なんかこっちの方が早く火が通るのか、難しいですねベーコンエッグって。結構ベーコンエッグ作ってんすけどね、なかなか、うまくいってないと。ちょっと初めての VR なんでなんかいろいろ緊張してますけど、うまく見れたのかどうなのかすごい気になりますね。でそうそう、ついでにね、ついでにねその VR ゴーグルの話をしようと思うんですけど、これね、3000円ぐらいなんですよ。3000円ぐらいの、VR ゴーグルなんですけど、多分ね、これデオデオで買ったんかな。多分デオデオで買ったんだと思うんですけど、あんまりね、いいやつも悪いやつもそんな変わんないですよ。俺これ使う前は、ドンキで買った500円か1000円ぐらいのやつ使ってたんですけど、この差はね、何かっていうと、なんちゅうかね、リモコンが付いてるだけだと思うんですよね。多分そんなに、俺的に使ってみた感想だったら、高いやつも、安いやつもそんなにね感覚的に変わんなかったんで、全然安いやつでもいけると思います。うん、もう麦茶がなくなってきたな、やべえぞ。よし、そろそろいいだろう。えいこいつも、えいっ、あ、いい感じやね、いい感じですよ、ほんと。 OK、 もうちょっとオリーブオイル入れましょうかね。なんかこの辺こういうとこがなんか料理下手な人のねやり方だと思うんだけど、オリーブオイルを足すって言いましたね。で、卵ですね。よいしょ。今日は卵2個投入します。おりゃ、うまくいっか。あ、いい感じ、いい感じ。いいじゃん、いいじゃん、いいじゃん、いいじゃん。よっしゃ。ここで拭きますよ。行儀悪いですけど。で、ちょっとジブリ風のベーコンエッグでいこうと思いますんで、蓋はせずにね、このままじわじわと焼いていきます。もう超半熟ぐらいがやっぱ美味しいですね。うん。今、管理人さんが入れ替わりの時間か、なんかごそごそされてますね。これでもう卵に火が通ったら OK なんで、いやまあ簡単なもんですよベーコンエッグって。ほんとキャンプの朝って言ったらやっぱりね、ホットサンドかベーコンエッグって勝手に思い込んでますけど、いいっすねベーコンエッグ。うん、昔はハムエッグ作りよったんかな、よく。でもやっぱベーコンエッグがいいね。うん、トンボが来た。でけえトンボやね、オニヤンマかな。さあどうだ、さあどうだ、まだまだやな。この上の方が生なんですけど、まあ、黄身はねちょっと生ぐらいの方が多分美味しいんで、俺的にはそっちの方が好きなんですよ。なんでね、このままちょっと待ちます。蓋持ってくればよかったなっていうか、ほんとこのジブリ風のベーコンエッグに
惑わされる図じゃないけど、このジブリ風のベーコンエッグにしようと思わずに普通にベーコンエッグすればよかったですね。そっちの方ができるの早いんで、なかなかね、このノーカット動画っていうのは難しくて、話の間が持たんす。いや、なんかほんと喋ることがないですよね。何喋ろうかな。あ、台風来てますね。うん、台風近い。だけ。いや、喋ることが見つからんすよ、マジで。このベーコンいい感じじゃない。さあ、卵が、火が通るかどうかね。もうちょっと、待ちましょう。まあ、いい感じに来ておるね、この辺は。これはまた走ろう。はい、麦茶が開きました。で、なんか空がね、ちょっと雲が出てきてますね。なんか怪しいですよ、これ。皆さん空見えますか？空ちょっと雲が広がってきてますね。逆に言うとね、雲が出てきたくらいの方が、まあ、涼しくってね、逆に良かったりするんですけど、いやー、今雨降ってきたらちょっと嫌ですね。はい、やっぱ天候がちょっと安定してないですね。台風が1個過ぎて、次の台風がまた来てますんで、なかなかね、安定しないです。はい。よし、よし、よし。もうちょいやな。もうちょい。あとちょっと。いや、すげえなんか理想的なベーコンエッグですよ、今。ちょっと写真撮っとこう。このタイミングで写真撮っとこう。インスタ用の写真を。オリア。オッケー。ぜひね、あの概要欄にインスタのなんだリンクを貼り付けてますんで、インスタフォローお願いします。本当にフォロワー増えなくてちょっと困ってますんで、よろしければ本当お願いします。いや、もうそろそろいいかな。こんな感じで、OK にしようかな。多分もう火通ってるでしょ。あんまりやりすぎてなんかベーコン焦げそうな気がしますので、このぐらいで引き上げよう。はい。というわけで、どうですか？キャンプの朝の定番、ベーコンエッグを VR で撮っていました。というわけで、というわけで、この食べるシーンはですね、通常動画、そっちの方でね、まあ、撮ろうと思いますんで、この前後の動画は普通に、普通のビデオカメラで撮影した、通常動画でアップしようと思いますんで、てか、アップしてますんで、よろしければね、まあ、概要欄にもリンクは貼ってますし、今カードで上の方に差し込みましたんで、よろしければ本当、見てください。はい。もうオワコンなんでね、位置再生が非常に貴重なんで。じゃあ、よろしくお願いします。はい。というわけで、初のね、VR、どこでした。また感想なりなんなりね、コメント欄で教えていただければ非常に、まあ、参考になります。はい。というわけで、通常動画で皆さん次はお会いしましょう。では。